あ、おやっさん、荒川。なんやお前。あれ、荒川のおやっさんだよな。あ、なんやあれ。あれ、どことの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出張してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。なんやお前、なんでこんなやつだっているんだ。おかしいか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら腕ずくで行かせてもらうぜ。お前出ていきなり喧嘩はまずくないか。しかも横にいるんだろ。邪魔や言うてるや。やってやるぜ。俺の番だな。やっちゃうよ。やっちまえ。見せてやるよ。こっちで起きな。おら、お、キリュウと違って腕が鈍っていない。こいつ硬えな。ムカつく調子してきた。いかに我忘れた。誰だこいつ。すぐに頭一番登って何もできなくなる。でもお前怠慢だと別に殴る方続ければどうせな。いかにで目に入らない。怒りが収まった。殴られて怒りが収まるのおかしくない。見せてやるよ。おら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 、つえー、この一発。ま、悪い、こないなことして。怖っ。まだで済むと。まだやんのか。よせ、春日。危ない。怖い怖い怖い。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。銃向けられるの怖えよ。何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っておく。悪かった、すぐに帰る。行ってくれ。くそ、話せ。おい、絶対におやつさんのはず。勝ったのになんか負けたみたいな形になってんじゃねえかよ。ズノブレードか。おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。カツが一番です。お、くそ、ふざけんなよ。どうしたんだ。どうして。18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ、そんなはず。そうだ。どうした。刑期の伸びた3年間で何かあったんだよ。あの時やり返しさえいなければ。墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前にいたじゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやっさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たか、やつは鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓は、ありゃ近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の。
海と繋がってんのかも。何度目さんがそいつの墓参りを、しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ？あのなおっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会、東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。そんなことあるの？なんだと。荒川真澄は、やつは今すげえ8代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやっさんが近江連合の頭代行？すげえじゃん。何言ってんだよ、嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。ねえ、オープンレックでやってたのにミルダムのナンバー2になるぐらいの。だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次々に東条会の資金源をピンポイントで潰して回った。名付けてカムロ町産経作戦。産経作戦？ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで産経だ。んで警視庁の的確すぎるガサ入れで、主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。有能だな。ただ一つ、荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは、荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に撃った。そんなバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後東条会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々とカムロ町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して、受け取らないって言ってたろよな、あいつらな。こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに、荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい。なんだと？親さんが近江に寝返る、東条会が壊滅？絶対でもなんか理想あるな。もっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか？あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。近江の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃ、さっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。確かそんな気がする。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。確かに。それもきっと聞き間違いだ。お車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。なんで一日追って。俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ、
よって捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。こんなの高速スカスカだな。いやと言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行きゃ神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいからおとなしくついてこい。うるせえ、今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。はあ、脅しってか。てめえ、やっと正体を現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったく、つける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。でもこの人いい人そうだよな。こんな孤独がなんだっつんだ。俺嘘だろ。バカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。あ、カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいって。分かった分かった、芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。は、お前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。いや、どうなるんだ。すごい、よくぞ戻ってきた。めちゃくちゃ変化してるはずだぞ。20年近く行ったらセレナなくなってんじゃねえの。マジでちゃんと変化してそう。あれ、タバコなのか。あんなに煙出ないぞ。あんなに出るやつ欲しいわ俺も。みんな歩きスマホしてるもん。随分と変わっちまったから帰ってこれたんだな、カムロ町に。とにもかくにも事務所で顔出さねえとな。ちょっと本当に変わってんのかいろいろ。でもバーチャ5があったんだぞ、あの時代に。バーチャ5があったんだよ。うわぁ、セレナがなくなってない。ニューセレナになってる。くそ、あの時はまだ。はぁ、中にいたのかもしれねえな、入ったらな。セクシーキャバクラ、アップルパイ。おやすみ、会いに行く前にちょっと、キャバクラ入ってみるぜ。マジで入れるんですけど。セクシークラブだって。セクシークラブ入っていくか。スタッフオンリー入っていく。なんで入っていくの。なんで誰もいないの。普通に金庫の前まで来れたが、金庫はピカピカしてるよ。これ光ってる光ってる、ほら。鍵がねえな。鍵がねえと開けられねえな。開けるところまで来たぞ。金庫の鍵があれば開けられるのかよ。やばいぞ、嘘だろ。出所していきなり金庫を。酔いそう。
変なルートで出てきた。ちょっと牛丼食いたくてしょうがないだろ今。わかるぞ、多分そんな感じだろうな。うざいな、邪魔すんじゃねえよこいつら。何見てんだよ、邪魔すんじゃねえ。チンピラは変わらねえな昔と。取っておきだ、見せてやれよ。おい、とにかく仲間いるんだ。ピシタルボコロあった。ザコが出血した、苦しんでいる。いてえ、めっちゃ血出てるし、毒みたいな状態でしょうかな。転倒し終わったら治るのか。俺は帰ってきたぜ。さすがあの時の店員じゃないよな。いらっしゃいませ。20年もこんなとこいないよな。じゃあおすすめを食べる。900円、いただきます。ごちそうさん。ありがとうございました。出所したらまずこれでしょ多分。春日的にはかわいいね君。ばあちゃんとかいくつになってんだろう。これでもそういうのは変わってないよな。ちょうるせえ。ストーリーはどうなってるか気になるんだ俺は。でも俺の番だな。あ、タバコ屋のばあちゃん、あのばあちゃんはどうなったんだ。ザゴメ、仲間呼ぶだろどうせ。ふんふん、歩いてるとドスで切りかかってくるんだけど、やばすぎるだろ現代のヤクザ。おにぎり奪った。現代のヤクザやべえな。ちょっと行くか。もうおじゃんき使えるぜ。なっちゃオレンジをくれ。なっちゃオレンジがないだと、もうおしまいだこのゲームは。グリーンだから美味しいよな。このなんかポカリ系で一番俺グリーンだから美味しいと思う。だから1個買ってやる。金がねえ。あ、ちゃんと無視しに乗ってる。ここだよな。もう分かれたすぐに。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所？ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ、事務所入ってただろう。一個飛んでるんだ。中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で。呪われてんだろ。その前はそんなポンポンと。フィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど。分からんよな。あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、有名になっちゃったんだ。今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあどこだ。俺のおかげでさ、俺のあの苦しいさ刑務所暮らしの生活のおかげででかくなったんだろう。看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、わかった、ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。絶対もういないよ。あの組の娘でかくなって夢になってるみてえだな。あの楽しみになるな。多分バスとか行ってみよう。
そういう可能性は全く考えないんだな、ハルヒは。で、この車邪魔くせえ。なんだこの壁は邪魔くせえ。うわ、やっぱりいない。あれ、ばあさんは。え、ああ、前の店長の田舎に帰った。あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの。あ、なるほど。そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね、お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。ああ、おっちゃん、いつものプレイヤー。はいよ。お、こいつに聞くのは一番良さそう。500円。つけとけ。あ、なんだこいつ。しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。情けねえ。何あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くとけ。近江連合。何やこれ。うわー、もう近江に支配されてる。荒川組のもんだ。何や、新入り会な。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が近江。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけ、新入り。その組長って誰だ。あ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかりせえ、新入り。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何、己さっき荒川組言うたやろうが。ああ、言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会、何寝言言うてねえ。寝言に聞こえ聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。中はてめえの方だ。キリュウと手を組んで、キリュウと手を駆除したろ。てか待て、登場会の虫けらが。キリュウとか、キリュウとかマジマ何やってるんだこの状態で。よし、行くぞ。俺俺、うん、これや。あいつらがいてこんなになるわけないだろう。ポケサーファイターにやってんじゃないか。もうなんか見に行ったら、よし行くぞ。おい、おい、大勝利ってか。そう、荒川のおやっさんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。登場会あんだけなんかスターが揃ってるのになぜこんなことになる。上には上がいるんだろうな、近江には。登場会の残党や、行かない。なんやて、待たんかいこら。くそ、うん、どこ行きよった。おう、お前瞬間としてきたな。こちら逃がすな。うわー、もうこの感じだともう残ってるやつ、登場会とかほんと滅びてんのか。俺が出せる？いやー、いてもなんかもう息を潜めてコソコソしてるんだろうな。え？もしかしてあんた位置？え？うわ、老けてる。どちら様でしたっけ？さっきやってた道を。
一応ママ久しぶりに一ようやく知ってる人間に会えた。いや来ないで。え、あなたタバコ臭いわ。ええー、さっきタバコ屋にいたから。え、もうなんかそれタバコとか酒とかやめたのかこの。徳光氏やめたわよ。アル中だったママが酒やめた。アル中はやめられない、なんかやめられないみたいなこと聞いたけど嘘じゃねえか。やめていいんじゃねえかよ。初見ってすぐの頃かしら、私お酒のせいで大病なんとかあったの。週間先を立つかのところまで行っちゃってね。それでもやめられないもんなんじゃないの。やめられるんじゃねえか。それで私思い切って酒もタバコもやめたのよ。よく頑張ったな。そうね。いやいや健康が第一よ。酒タバコ食品添加物一切お断り。めんどくさそう。こだわってる水よ、知ってる。やばい、人間の体の何パーセント水でできてるの。ゴール人は水にこだわったらちゃんと質のいい水を摂取しないと。あの絶対それ水素水だよな。水素水とか宝石水ってことなんですよ。水のことよりもカムロチのことを教えてくれねえか。俺がいない間に東上界や荒川のおっさんに何が起きたんだ。うん、すみません全然わからないわ。お前の店には東上界の人間も来てたじゃねえか。いいえ、スナックは健康カフェにリニューアルしたの。それもタバコも禁止したらそれでのお客さん一切来なくなってね。皆さんの知らんで全然知らないし、健康をなんとか見ない人間に興味もないわ。はあ、そうか。どうしても知りたいことがあるんなら牛渡に聞いてみたら。牛よ、あんたの中学の時の先輩。新キャラが出てきたな。裏ビデオのパイセン。あれ、裏ビデオのパイセンって最初ボコしたやつ。実は雑誌の記者をやってる。ヤクザの記事を担当している。そしたら狙ったりかなったりだ。てか前の連中いろいろ変わってるな。18年で俺は変わりそうもないけどな。そんな18年ぐらいじゃ。それと少々しょっちゅう児童公園でサボってるみたいだし。ありがとうよ。早速行ってみるよ。ありがとうママ。もう一度私のカフェに顔出しなさい。神々の水ってすごい水があるの。ゾンビになっちゃう水よ。マジですげえじゃん。行くわ。ちょっと行ってみよう。もし水が気に入ったなら家庭用に安く譲ることもできるわよ。あのね、実はお友達紹介システムっていうのがあって、友達として登録すると。あばよ、登録しよう登録しよう登録しようぜ。お友達登録システム。あ、ちょっとちょっと体に水欲しいじゃん。ずいぶん変わっちまったな。元気できてるのは一番だけどちょっと寂しいぜ。パイセンがよくいるっていう児童公園に向かおう。この奥か。なあ、踊れは何度言うたら分かるんや。ここにもせんと俺らの周りをうるつきよって。約束よ、早くそれ渡さんかい。